せーの、シネガッチャ。おー、なんかもう両方でいろんなことが行われてる。どうしようと思いました。小林彩乃です。はい、小林真由美です。ミキです。そして、あ、どうも、ディレクターです。イエイ。というわけで、はい、今日は4人でお送りします。華やかやね。ね。で、そうなんですね、あのちょっと今日僕がですね、はい、新作映画の紹介を、させていただきますので、はいはい、皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ワクワクするね、はい、ですね、はい、で今日ですね、はい、ご紹介する映画なんですけども、はいはい、バルバラ、セーヌの黒いバラです。めちゃめちゃ綺麗ですね。かっこいい、かっこいい。そうですね、あのフランスのですね、シャンソン歌手ですね。シャンソンの歌手の方なんだ。伝説的なシャンソン歌手の方なんですね。皆さん、シャンソンって言うと何かこう思い浮かぶものありますか？三輪明宏さん。そうだよね、夏木マリさん。あと何、愛の讃歌とか、ね、愛の讃歌、エディット・ピアフ、ね、そうそうそう、あ、なるほど、うん、そうですよね、うん、あ、やっぱりそういったイメージですよね、うん、ある、はい、ありますね、で、そうですね、このバルバラさんはですね、はい、はい、まあ、バルバラさんって芸名なんですけども、はい、まあ、エディット・ピアフさんよりはちょっと後に出てきた、はい、うんうん、シャンソン歌手の方ですね、はい、はい、で、まあ、伝説的なですね、まあ、あのシャンソン歌手なんですね、はい、どういうふうに伝説かというとですね、はい、あのコンサートをやるときにですね、はい、告知を全くしないにもかかわらずですね、はい、席が満杯になった。すごい、どういうこと。そうなんです、ね、どうやって知るんですか。ファンが血まなこになるっていうことですそう、なんかね、そういう伝説があるんですよ。なんか最近羨ましいんですけどもですね、宣伝もやらなくてお客さんが来るっていうのは、すごい、はい、あれみたいですね、あのスターの来日の飛行場みたいな。そう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 、誰も漏らしてないのにみんないるみたいな。でもネットとか普及してないし、ね、ないでしょ。そうなんですね、はい、で、このあのですね、まあ、まあ、シャンソンの歌手の方のですね、まあ、事例映画ということでですね、あのさっきあのちょっとお話に出たエディット・ピアフ、はい、愛の讃歌という事例映画がですね、うん、買ってありましてですね、はい、ありますね、あのそれ見たんですけども、はい、それはあの見るとですね、エディット・ピアフさんがですね、どういうふうな人生を送ったかっていうのですね、やっぱ分かるんですね、少女時代からこう順を追って、はい、物語られていくので、マリオ・コティアール、そうそう、でこの映画はですね、ちょっと独特なんですね、そういう映画ではないんですね、あのいわゆるですね、順番にですね、あの人生をたどっていくっていう映画ではなくてですね、はい、あのまあ、映画の中で映画があるって言ったらいいんですかね、劇中劇みたいな、うん、映画の中の映画、つまり映画を作っていく過程を見せる映画という、そういうスタイルを撮ってるんですね。ちょっとドキュメンタリーみたいな感じ、なんか映画を作ったのドキュメンタリー映画みたいな感じ、でもない、なかなかね、難しい感じなんですね、言葉で説明するのが。まあ、ドキュメンタリーといったらですね、この監督の人がですね、実際のバルバラさんの映像をですね、スクリーンで見るといったところもあってですね、なんかこう虚構と現実がなんかこうね、このどこまでの判別か難しい感じのですね、あの作品なんですね。で、主演がですね、あの、はい、まあ、ジャンヌ・バリバールさんという方が、はいはい、やってましてですね、でこの方はですね、この映画の中でブリジットという女優を演じてるんですね。で、ブリジットという女優がですね、バルバラを演じるという、うん、そういう構造になってるんですね。二重三重になってるわけですね。うん、劇中劇中。そうなんです。うわ、はい、ややこしい、ややこしい、ややこしい。監督がですね、マチュー・アマロリックっていうですね、これはあの俳優で監督さんなんですけども、この人ね、もしかして知ってる？いや、だからできたのかなと思って、あ、その、なるほどですね、劇中の中で監督役みたいな、うん、そう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 、俳優で監督だから、この人がさらにですね、あの劇中の中で、うん、アマロリック監督がイブっていう名前のですね、うん、まあ、男なのになんでとかイブって名前なんですけども、うん、イブっていう監督を演じていてですね、うん、その人があのバルバラの映画を撮ってるというですね、うん、うん、アマロリックって多分あの馴染みあるかもしれないんですけども、はい、まだあのミュンヘンに出てました、スピルバーグ監督。 はい、あとですね、007慰めの報酬に出てました、はい、あの悪役のですね、ドミニク・グリーンで出てました。わかる、ぼんやりぼんやり、ぼんやり、わかると思います、はい、そう、その人があの、まあ、監督で、しかも監督役で中でこう出ているというですね、なんかこう二重三重ですね、難しいですね。なんで、あのそのままじゃダメだったの、うん、一段階なくてよくない、役作りややこしい、ややこしい
arrivé à Mogador, l'équipe monte. Le spectacle prend son envol à cet instant-là. フランスの伝説的シャンソン歌手バルバラ、彼女の人生を演じる一人の女優とその映画監督。Vous l'avez connue personnellement? C'est une femme qui ne vit pas sa vie, elle se la raconte avec tant de force qu'elle finit par y croire, et les autres autour d'elle. Je voudrais pouvoir apprendre à vivre avec un autre, un qui m'écouterait parler au lieu de m'entendre chanter. J'apprendrais.女優はいつしかバルバラへと姿を変えていく。Plus de temps avec ma peur dans les coulisses de théâtre. Fais de ta vie ce que tu veux. J'ai resté une berceuse. Je vous dirai du bout des lèvres, je vous aime du bout du cœur.世界を熱狂させ、女優と監督さえも虜にしたバルバラの人生とは。バルバラ、セーヌの黒いバラ。Je veux chanter, c'est ma vie.今回ですね、はい、私ですね、この映画を見てですね、バルバラさんにですね、ちょっと興味持ちましてですね、うん、はい、ちょっとですね、調べてみました、バルバラさんについて、はいはい、そしたらですね、バルバラさんですね、まあ、ちょっと自伝を出されてるんですね、これこういう本ですね、はい、でこれ読みましてですね、はい、なかなかですね、読んでみるとですね、結構なかなかすごい人生を送られた方なんですね。はい、シャンソン歌手の方ってね、うん、人生を、ね、うん、歌にする方たちですもんね、それでですね、今回はちょっとですね、ま、バルバラさんのお話をですね、はい、してみたいと思うんですね、はいはい、これはですね、ちょっと映画の話ではないので、バルバラさんのお話なので、はいはい、でこの、ですね、ちょっとこう動画をご覧になっている方はですね、ちょっとそこは、ね、注意していただきたいんですけども、はいはい、でバルバラさんですね、まあですね、1930年生まれなんですね、はいはい、でパリに生まれましてですね、うん、で1997年に亡くなられているんですね、67歳で亡くなられています、はい、で亡くなられる直前あたりからですね、はい、まあ、自伝を書き始めるんですね、はい、はい、それでですね、この自伝がですね、まあ、亡くなられて1年2ヶ月後に発表されたんですね、はい、で結構その内容が割と衝撃的な内容なので、はいはい、それで結構まあ、世間に衝撃を与えたというのもあるんですけども、それはまたお話しするんですけども、はいはい、それでですね、はい、まずまあ、ちょっと貧しい家庭の人だったんですね、バルバラさんは、それでまあ、ご両親ともにユダヤ人だったんですね、あ、はい、それでまあ、1930年生まれでですね、1939年になると戦争が始まるんですね、はい、そうですね、戦争が始まりましてですね、まあ、父親がですね、兵隊に取られるんですけども、はい、でバルバラさんはやはりこうバルバラさんとバルバラさんの家族ですね、ユダヤ人ということで、まあ、もうあちこちですね、転々とする羽目になるんですね、まあまあ、ご存知かとは思いますけども、まあ、戦争中の第二次世界大戦中のフランスっていうのは結構ユダヤ人をですね、まあ、収容所にという、まあ、そういったことがありましたから、うん、まあ、そうですね、はい、あいつはユダヤ人だということになると、うん、隣人が密告したりするんですね、うん、はい、そういうことがあるので、まあ、転々とするんですフランスを、うん、はい、で自伝に書かれているだけでもですね、約9回くらい引っ越してるんですね、うん、そうなんですね、はい、もうまあ、ロアンヌ市とかベジネ市とか、うん、ポワチエ、ブロワ、プレオ、ダルブ、うん、これ全部、まあ、フランスの地名なんですけども、うん、はい、あっちこっち転々としてるんですね、はい、それでですね、転々として、で先ほど父親が盛大にいたというんですけども、うん、1年ぐらい経ったらですね、父親が復員してきて、うん、まあ、父親と合流するんですね、で合流して、まあ、父親と家族で一緒に過ごすようになるんですけども、うん、はい、で父親と一緒に過ごしてからですね、ちょうどバルバラさんがですね10歳半の時なんですね、うん、ちょっとこれ大変痛ましい
ことが起きるんですけども、うん、はい、まあちょっと性的虐待をですね受けるんですね、13歳半の時にですね、はい、それでまあそれが父親からなんですね、ということがありまして、で、はい、ちょっともうバラバラさんはそれ以来まあ夜寝てる時父親の足音が聞こえたらですね、もうすごいもう震えるくらい怖かったとかですね、もうそういうふうなことになっていくんですけれども、はい、で結構こういうことは、まあ、これもういろいろとですね後々のことにかかってくるので、ちょっとこれは避けて通れない事実なんですけれども、はい、でバルバラさんはですねまあ、15歳くらいの時からですねもう歌手になるっていうことをですね志し始めるんですね、はい、それで歌のレッスンをですね、まあ、始めるんですね、はい、はい、で16歳の時にはですねまあちょっとやはり歌手になりたいということでですね、で学校辞めてもいいっていうことで、辞めてもいいというかもう歌手になるから学校は行かないっていうふうに、はい、まあ、本人が言ってですね、うん、まあ、両親もですね、まあ、仕事探すならいいよということでですね、うん、まあ、許可するんですね、それでまあ、その時期にエディットピアノを聞いたりとかして、はい、でちょっと夢中になってですね、そこからのシャンソン歌手をですね、はい、目指すようになっていくんですけども、はい、で17歳の時にはですね、まあ、もうオーディションを受けたりするんですね、劇場の、はい、でまあ、合格するんですけども、はい、まあ、でも待遇が悪いからと、給料が安いとかでですね、まあ、割と、まあ、数ヶ月くらいで辞めたりとかするんですけども、それでこの時期ですね、17歳くらいの頃ですね、父親が家出するんですね、父親はその前からですねちょっと何回か家出は繰り返してたんですね、まあ、ちょっとこう出てってですね、うん、帰ってこなくて、はい、やっと帰ってきたよみたいなことを繰り返してはいたんですけども、はい、17の時には出て行ってそのまま戻ってこなくなったんですね、うん、はい、あ、蒸発しちゃったと、まあそういうことですね、まあでも恐怖は去ったわ、まあそうね、うん、そうですね、まあ確かに父親がまあいなくなったので、まあ、心は穏やかになったんですけども、ただ生活が苦しくなったんですね、うん、生活苦しくなって、でピアノが家にあったんですけども、ピアノレンタルで借りてたんですけども、はい、そのレンタル料が払えなくなったんですね、家からピアノがなくなったんですね、はい、でバラバラさんはすごいそのことがショックでですね、うん、それで家出してしまうんですね、家出してですねブリュッセルに行くんですね、お、うんうん、ブリュッセルってベルギーの人なんですけども、飛びましたね、そうですね、ブリュッセルにいとこがいるっていうことで、はい、そこに行くんですけども、でいとこの家に2ヶ月くらい住むんだけれども、はい、ちょっといとこがなんかこれなんかもう意地悪くなってきたとか乱暴になってきたとかいうので、そこも出ちゃうんですね。で出る時になんかこうお金を引っ掴んで出ちゃったりとかするんですけども、そういうところもこう事前には赤裸々にですね書いてあるんですけども、はい、それでブリュッセルの街をですねまあさまようんですけども、はい、それはでももうねまだね若い女の子はね、はい、当てもなくまあ、さまよってもですね、うん、はい、まあ、それはもう、 こう泊まるところもないし、ね、うん、ね、食べるものにも苦労するし、うん、ということでですね、はい、でだんだん苦しくなってきて、まあ、耐えられなくなってきて、で高級ホテルに行くんですね、はい、そうバラバラさんはもう、うん、もうちょっとちゃんとしたところで寝たいということで、うんうん、で入っていって、でドアマンにですね、うん、ちょっとまあ、こう正直に打ち明けるんですね、うん、これこれいろいろこんなことがあって、うん、でお金がないですとかですね、うん、はい、泊まるとこないですって言ったら、うん、そしたらそのホテルはですね、うん、ちょっとお金貸してくれて、え、すごい、うん、優しい、部屋も用意してくれるんですね、すごい、はい、そうで食事とかコーヒーとかも運んでくれるんですね、うん、そうなんです、でも優しいと言ってもですね、でもねホテルだから、うん、ボランティア団体ではないんですね、やはり、うん、そうですよね、やはりですね、デルタコーヒーとか食事とかを出すたびにやっぱ請求書を書かされるんです、うん、はい、で後でこれを返してねということで、うんうん、出世払いみたいな、そうですね、まあ、それでですねこの請求書がどん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 ですね、うん、溜まっていくんですね、うん、やはり、うん、でその間ですね、まあ、バラバラさんはですね仕事は探そうとするんです、うん、はい、はい、まあ、ウェイトレスの仕事とかですね、うん、探すんですけども労働許可証がないからですね、どこも雇ってくれないですね、そうだ、その国の人じゃない、そうそう、うん、そうなんですね、で請求書がですねそれからどんどんどん溜まっていくんですね、うん、で1ヶ月経った時にですねさすがにホテルの支配人から注意されてですね、うん、はい、で食事とかコーヒーも止まってしまうんですね、うん、はい、で
それでちょっとバルバラさんはもう本当にこう苦しくなってですね、追い詰められてですね、でついにですね、まあ、売春婦がいるような街角に行くんですね、そこに。やはりまあ、ヨーロッパの映画とかで、まあ、見たことあるかもしれないですけども、ヨーロッパとかではですね、まあ、売春婦の方がですね、街角に立っていたりとかしますからですね、ついにそこに行くんですね。行くんですけども、やはり決心がつかなくてですね、はい、で男から声かけられてもですね、まあ、罵ってですね、追い払ったりとかですね、そういうことするんですね。はい、その時にですね、ある男の人がですね、結構優しく声をかけてくれた、優しく声をかけてくれたんですね。はい、でその人が結構バラバラさんにちゃんとごちそうとかしてくれて、で身の上話とかもいろいろ聞いてくれるんですね。はい、でその男の人はシャルル・アルドゥ・バラムっていう人なんですけども、はい、でこの人をどういう人かっていうと、はい、フランスでですね、カジノを経営してるって人なんですね。あ、おお、持ってる人だ。じゃあすごい人来た、いい人に広がれた。うん、そうですね。うん、でその人がですね、ユダヤ人なんですね。はい、あ、そうですね、なんか分かったのかも。うん、そうですね、ユダヤ人なので、同じユダヤ人であるですね、ちょっとバルバラさんを助けようということでちょっと声かけてくれたということなんですね。はい、でこのアルドバラブさんという人はやっぱりこう、まあ、お金持ちでもありますし、でバルバラさんに一緒にフランスに帰ろうっていう提案するんですね。はい、ですけどバルバラさんで断ってしまうんですね。はい、いや私は歌手になるためにブリュッセルに来たんで、はい、ということで断っちゃうんです。でも終わったということで、まあ、お別れになるんですけども、でも別れ際アルドバルマさんはですね、お金くれるんですね。はい、すごいな、結構まとまったお金くれたので、それでホテルの請求書も全部支払いができたと、はい、いうことがありましてですね、でこの話にはですねちょっと続きがありましてですね、結構何年か後ですね、何年か後もう歌手としてですね、もうちゃんと活動できるようになった時のバルバラさんがですね、オリンピア劇場という時に立ったんですね。はい、はい、そう立った時ですね、大きい花束が届くんですね。はい、でその花束はですね、アルドゥバルムさんからの花束ですね。何その足長おじさんみたいな展開すごい、ね、夢だよね、そういうの、すごいな。で実は小説よりもだよね、うん、カードが添えてあってですね、うん、であなたは正しかった、ブラボー、書いてあるんですね。かっこいい、やることが違うな。そうなんですよね、ちょっとまあ本当にこういうふうにですね、まあ、バルバラさんはですねなかなかこう結構男の人にも助けてもらいながらですね、なかなか結構すごい体験をしている方なんですね。でバルバラさんですね、でそれって2年近くブリュッセルにいるんですね、結局。はい、でそこにで結局まあ、でもいろんな仕事するんですけども、うん、歌の仕事はあんまりなかったんですけども、うん、で2年くらいだったらですね、やっぱフランスに帰ろうということでですね、はい、フランスに帰るんですね。うん、そうですね、でフランスに帰ってもですね、やっぱりすぐにですね、やっぱ歌手になれたわけじゃないんですね。うん、やっぱりしばらくはまあ歌手の仕事がですね、まあ、ほとんどないという状況で、まあ、いろんなお仕事をするんですね。まあ、皿洗いやったりとかですね。はい、でそれでですね、まあ、28の時にですね、まあ、ようやくですね、レクリューズっていう劇場とですね、契約をすることができたんですね。はい、でこの劇場は最初は月ごとの契約だったんですけども、そのうち年ごとの契約になって、結局そうですね、6年間いたんですけども、はい、それでまあ、バラバラさんはこうだん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 、ね、うんうん、まあ、スターへの道をですね歩んでいくようになるんですけども、はい、でレクリューズに契約したですね、次の年にはですねレコード出してるんですね。すごい。でもね、レコード出してるんですけども、まだ駆け出しの頃ですからですね、うん、このレコードですね4枚しか売れなかった。お、うん、そう、先ほどまあこうね、告知しなくても全然満席っていう話はしましたけども、うん、まだそこまで行ってないんですね、うん、まだ駆け出しですから、はい、4枚しか売れなかったと、はい、そしたらですね、レコード会社のディレクターがあるからですね、はい、プロモーションが大事だよって言われるんですけども、うん、そうですね、うん、バラバラさんはそんなの嫌よって突っ込んでちゃう。そうなんですね。すごいな。若い時からですね、宣伝が嫌いだったんでしょうね。うん、うん、でそれでですね、まあ、そういったレコード出してた29歳の頃にですね、うん、ちょっとまたちょっとお父さんにまつわるお話がですね、
出てくるんですけども、うん、はい、そう29歳の時ですね、1959年なんですけども、自宅にいる時にですね電話が鳴るんですね、はい、で電話までの主がですね、お父様が事故に遭ったと、うん、であなたに会いたいと言っているから、でナントの三尺病院、ナントっていうのがあのフランスの地名なんですけど、はいはい、ナントの三尺病院にいますっていう電話がかかってるんですね、はい、でちなみにですけど、この電話の主がね誰だか分かんないです。嫌な予感しかしない、ドラマみたい、うん、なるほど、嫌な予感、うん、どういう予感でしょうか。でももしかしたらその予感は当たらないかもしれませんよ。で病院にですね、うん、あの電話をしたんですよ。やっぱりこう三尺病院っていうところをですね、あのまあこう探してっていうかですね、うん、はい、調べて、そしたらですね、もう48時間前に亡くなってますよっていうふうに、そういうふうに言われるんですね、病院の人から、はい、でそれでもまあバルバラさんはですね、まあナントに行くんですね、はい、ちなみにですけど、あの、まあ、病院の人はもうその身寄りがわからなくて困ったんですよって、うん、もう男の人一人で、まあ、ずっとなんかナントに住んでる人なんですけども、うん、家族が誰だかわからなくて困ったって、はい、ということでバルバラさんがナントに行くんですね、はい、それで行った時にですね、あの雨が降っていたんですけども、はい、それであのその時のですね、まあこう経験というかですね、出来事をですね、バルバラさんがあの歌にするんですね、あの5年くらい後ですね。ちなみにバルバラさんの特徴としてですね、自分で作詞作曲をするっていう特徴があるんですね。これフランスのシャンソン歌手ではこれ珍しいことで、やはりあのまあ大体シャンソン歌手は別に作詞作曲は他の人がいて歌だけっていうのがまあほとんどなんですね、はい、バルバラさんはあの自分で作詞作曲もしたっていう、いわゆるシンガーソングライターっていう、そこがまたちょっと独特だと思うんですけども、はい、でこのナントに雨が降るというですね、あのまあその時の体験をもとにですね、あのまあ歌をね、まあ、発表したんですけども、でこの歌はどんな歌かっていうとですね、あの歌詞だけ見るとですね、はい、まあ、ナントというところに娘がいてですね、うん、あので父親の亡骸を前にして父親へのですね愛情を表現しているというふうにですね、そう受け止められる歌なんですね、まあ、そうですね、うんうん、で事情を知らなければ、そう、うん、まあ、最初の事情を知らなければ、ね、うん、そうなんですね、はい、でこの歌は大ヒットするんですね、この歌は大ヒットするんです、バルバラさんのですね、もう代表曲の一つなんですね、はい、そうですね、まあもちろんあの事情を知らなければなんですけども、うん、もうずっとですね、バルバラさんの辞典が出るまでみんな事情を知らなかったんです。あ、だってバルバラさんの、先ほどお話した通りバルバラさんの辞典は死んだ後に出版されましたの で、ね、でその父親との出来事というのは辞典の中に書かれていたことなので、だから大ヒットして、あなんとの、あこういう歌がヒットしたっていう感じで、もうこのヒットぶりが結構すごくてですね、複雑だろうなそれでも、うんうんうん、まあでも売れてね、まあまあね、うん、そうですね、確かにね、あのインタビューとかでですね、なんとに雨が降るというですね曲が売れてですね、ちょっとあの複雑な気持ちだっていうコメントをですねやはりしてるんですね。ああ、そうでしょうね、うんうん、結局あの曲が売れたおかげで今までのプライベートな思い出が何かこうみんなの前にさらされるようになって、はい、なんかすごい複雑な気持ちだみたいなコメントも出してるんですね、はい、でも歌にしたのはやっぱ自分ですから、そこがなんていうかこうもう私たちにはこう伺い知れないですね、バルバラさんのですね心の内なんですけども、はい、まあ、あのまだまだこうバルバラさんのエピソードっていっぱいあるんですけども、でもまあちょっと今日はもうこのくらいにいたしましてですね、あのまあこういうふうなことがですねちょっとバルバラさんの生涯にあったんですけども、こういったお話全部ですね映画には出てこないんですよ。え、もったいない、もったいない、出てこないんだ、今出てこないところを教えていただいたの。そうなんです、出てこないですよ。じゃあそれを加味して、うん、
この映画を見て深読みをすればいいのかな。そうじゃない、そうだ、ね、こういうことをやりたかったんだな、うん、この女優さんはとか、うん、ここを演じたかったのかな女優さんはみたいな気持ちで見ていけばいいということでしょうか。うん、まあ、うん、どうですかね。動画をご覧の皆さん本当に注意していただきたいので、本当に本当にあの今の話はですね、辞典を読んだ上の話です、映画の話ではないんですね。アルドバラムさんの花束とかですね、そういうシーンですね。本の紹介。本の紹介ですね。実際 の, あのことですけど。映画には、うん、ないので、このシーンなかったぞって後で怒られても困りますんで。うん、はい、バルバラさん の,、ね、あの正しいバルバラさんの生涯を今、うん、ちょっとかいつまんで教えていただいたって。でもそれを知った上で見た方がきっと面白いと。きっとこの女優さんはそこを葛藤してるんじゃないかな。ね、そうだよね。ね、だって結構複雑じゃない？深読み、だってもう劇中劇中劇だもんね。うん、そう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 。深読みしてみましょう皆さんで。ということですね。ね、うん、すごいね、綺麗ですものね。うん、たぶんこの煙が ね, ね, ね、さすがフランスって感じ。って感じがする。うん、おしゃれ。おしゃれ。この毛皮のモハモハのコートとか、ちょっと赤い黒唇のところとかさ、影とかね、影とかのね、いいね。タバコ吸わんからわかんない。ボラにやっててね、かっこいいよね。あ、ということでですね、はい、今回紹介した新作の映画ですね、はい、バルバラ、セーヌの黒いバラでした。公開がですね、はい、11月16日、はい、金曜日、文化村ルシネマほか、分かる気がする、分かる気がする、あそこだよね、文化村だよね、うん、みたいな、はい、文化村さんです、ということで、はい、よろしければ皆さん見に行ってください、見に行ってください。